Rallies. みなさんこんにちは。ラリーズ特派員の綾乃です。シンです。チャイナスマッシュ女子シングルス準々決勝、伊藤美誠選手と中国の孫穎莎選手が対戦しました。結果は4対0で孫穎莎選手が勝利し、孫穎莎選手の試合後のコメントもいただきました。伊藤選手からは今大会を振り返って、ベンチに入っていた母みのりさんの存在、そしてロサンゼルスオリンピックを含めた今後について語ってもらいました。今天比赛是不是要比自己想象的要顺利一些？对，因为首先面对这种困难，准备还是非常充分吧，因为也时隔很长时间没有跟医生交手过了，其实也非常期待今天这场比赛。但我觉得自己整体的发挥跟这种节奏，我觉得做的都比较好。嗯，刚才也说到有一段时间没跟他交手，以前也说伊藤每次跟中国队员打比赛都会有些变化，这次感觉怎么样？嗯，当然，我觉得他近期的状态其实都有所回升吧。然后自己其实，在面对今天这场比赛，也做好了非常充分的困难准备。但其实今天整个来说，还是我觉得比自己想象中打的还是要好。实际上，这次你和伊藤洛杉矶奥运会周期的第一次碰面啊，问你如何点评一下对手的表现，或者是你？其实我觉得伊藤，我们俩也是从小打到大的对手嘛，而且我觉得其实伊藤一直都是促进自己不断的去进步提高的一位最好的对手吧。所以说，我觉得其实每次跟他交手还是非常开心的，因为我们也是年龄一样大，所以说每次交手都有不一样的感受，也都学习到更多的这种感受吧。第二局他的搏杀力，我觉得伊藤首先打法风格他肯定是一名前三板，包括他的质量都是这种属于这种最快然后最狠的这种選手吧。但我觉得其实自己还是按照自己的节奏去分打，我觉得就可以。久しぶりのあの孫穎莎選手との対戦でしたが、振り返っていかがですか？そうですね。対戦できたことはとても嬉しかったですし、なんかやっとの思いでここまで来て、まあ本当にあっという間だったんですけど、でもそのチャンスを作るっていう回数がすごく多かったかなって。点数は歯が立ってないように感じるけど。もうちょっと点数を取れるような、まあ、試合だったかなって思ったので、まあ、ちょっともったいない部分が結構あったとは思うんですけど、でも本当に全く無理だっていうわけでもなくて、でもやっぱり1ゲーム取ってもう少し試合をしたかったっていう気持ちはあります。もうかなり中国側の応援もすごくて、言ってみればアウェーの状況だったとは思うんですけど、はい、でも伊藤選手自身すごく楽しみながら試合しているように見えて、はい、会場の雰囲気とかそういったものについてはいかがでしたか？そうですね、なんか本当に1ゲーム目から楽しく試合ができたのは本当に間違いなくて、あとはやっぱりその、まあ、会場も特にやっぱり一番孫穎莎選手が多分本当に今回の目的でファンの方が来てることが多いと思うので、その中で試合することができて本当に大歓声だったんですけど、この中国の場でしか味わえない歓声を味わえて楽しかったし、経験できてよかったなっていうふうに思っているので、多分これ以上の歓声って他の国ではないので、なかなかだからこそこういう試合の中で止められる部分もあったりとか、多分日本では絶対ないと思うんですけど、そういう経験できたのも良かったっていうか、中国の選手は多分慣れてることだと思うけど、私はほとんどやっぱ中国でしか味わえてないことでもあるから、こういう経験も平常心でいられるっていう大切さを今日はもっともっと感じました。1年ほど前からお母さんもベンチコーチの方に入って一緒に戦っていると思うんですけれども、前まではもう本当にご飯作ってくれたりとか、そういうこうちょっと一歩引いた状態でサポートしてくれてたんですけど、まあ、今は、まあ、お母さんが記念に入りたいという思いでベンチコーチに入ってくれて、まあ、楽しそうにベンチ入ってくれてるし、すごい自分の中ではなんかちょっとこう安心できる存在でもあるかなって思うし、昨日の時もやっぱそんなにすごいいっぱい言うことではないんですけど、一言パッて言ったことが体に染み渡ったり、頭にこう入ってきたりとかして、ああ確かになみたいな、こうなんていうのかな、戻った時に、まあ、少しやっぱ安心感があるっていうのは本当に良かったかなって、なんか
記念にって言ってるけど思い出にって言ってるけど、まあ それも含めて親孝行かなって思いました。ありがとうございます。どうかしてプロ なんか監督にすることを考えていますか？いや、あのやっぱり私はすごく長年あの中学校1年生ぐらいからかなからコーチありであのプレーをしてきたんですけど、なんか今はすごくフリーに考えたいっていう、その時もすごく大事だと思うし、でも今大人になってすごくフリーに考えたいっていう気持ちでちょっと楽しむことが一番、まあ、もちろん勝つことも一番なんですけど、楽しむっていうのを考えたいというか、試合の時も練習の時も大事にしたいなって思って、あのそういうところは考えてないんですけど、でもやっぱいろんな選手だったりいろんな方とそのアドバイスもらったりお話しするっていうのはすごく大事にしてます。当選数にとった磯沼選手はどういう選手？ジュニアの時、私が中学生の時に初めて対戦をして、その時はまだ磯沼選手のことを全然知らなかったんですけど、すごく強くて、あの同い年の選手っていう風に知って、あこれからワールドツアーだったり世界選手権とかって言って一緒に切磋琢磨していく仲になるのかなと思ったら、もうあっという間に WTT とかワールドツアーとかにもやっぱ参加して、もうあっという間に優勝したりとかして、もう本当に一瞬で超えられたんですけど、でも同い年の選手がここまでやっぱり優勝したりそのオリンピックでメダルを取ってる姿を見て、なんか水車選手がここにいてくれたから、そのジュニア時代からここまで来れたんだなってすごく思いますし、あの同い年とは思えないぐらい強いですけどでも本当になんか水車選手がいてくれてよかったなって小さい頃から思ってます。今日はあのロサンゼルスのサイクルの初めて水車選手との試合と思います。あなたの夢の目標は何ですか？またロサンゼルスのオリンピックで水車選手の見ることができますか？私たちあの自分の中でも全然分からなくて、あのまずはその自分の目標ではその世界選手権、来年の世界選手権のシングルス個人戦があるんですけど、そこでやっぱまだメダルを取ったことがないのでメダルを取りたいっていう目標がすごくあって、そこまでしかまだ考えてないんですけど、その後に続くものが何かあればいいですけど、私は今の目標はその世界選手権でメダルを取るっていう、そこまで考えてます。その4年後とかはちょっとまだ考えてなくて、でもやるのもやめるのもその自分で考えれることだし自分で決めれるので、もちろんあの中国の方も日本の方もその続けてほしいロサンゼルスで見たいっていう方も中にはいるかもしれないんですけど、でもその思いもすごく嬉しいし、でも自分の中での目標は世界選手権でメダルを取るっていうところなんです。卓球人 .com では卓球を頑張ってきた方々の就職転職支援をサポートしております。新卒種問わずキャリアに悩みがある方は下記概要欄の LINE よりご登録ください。僕もキャリアアドバイザーとしてさまざまな就職支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。 Rallies